皆さん、ディオブス体操をご存知ですか？これは60年前、理容師の健康づくりのために作られ、全理連が制定した柔軟体操です。講習の前に朝礼でここで理容師体操みんなでやって、なんかあの頃、よく4、5人が前に出てやって、ここで本当に30人ぐらいとかこうやってましたよね、毎週。で、その理容師体操って知れば知るほど、また改めて知れば知るほど、素晴らしいものなんですよね。で、それを今回応用してですね、でやっぱり理容師体操だけではちょっと物足りないというところがあったものですから、落とし腰、これですよね、落とし腰。で、それを応用しまして、エクササイズ。そしてまとめたものが理容師体操そのものというよりも、健康意識が高まる。まあ、これは私が感じたことなんですけど、で、また、その、まあ、落とし腰ですからね、カット、ベーシックのカットということなんですが、そういうことをやってくるとですね、こう美しい技術姿勢っていうものをすごく意識するんですね。で、それが習慣化されるということで、奥行きのある45度っていうのは右のかかとが曲がった状態なんですけど、これは伸ばしますから、30度でも右の膝いっぱい伸ばしているところに45度までやるわけですから、さらに、30度でいっぱいとは言っても、さらに右の膝を伸ばさないと45度という角度はできないということですね。左の平面左45度も0度に戻して形をまた0度で改めてですね、でまた次の角度っていうふうにやるのが0度戻しです。そして連続姿勢キープっていうのは、連続0度戻しにしないでその角度を次々やっていくことですね。そして姿勢をキープするっていうのは、その45度なら45度で止めます。この利用エクササイズっていうのは、利用し体操編と落とし腰っていう2つの体操に分かれて、利用し体操を私が1回やってみますので、日本にもならないですけど、あれ、そのままやってましたよね。前で人前してやってた。すごい、いい運動になる。公園行くと、あれたちやってるの、おじいちゃんおばあちゃん。岡先生がこれ毎日やってるっていうのが、よくわかりますね。多分、伊藤さん、明日からこれやってるんだと思います。いや、癖になると思います。ね、声出るようになりますよ、カラオケ。カラオケ出てくる。今度が落とし腰のエクササイズなんですよ。で、これちょっと時間かかります。10時ぐらいかかります。落とし腰、ね、で、私一回やります。シートきついよ、ね、やりますけど、その後、渡辺さんと一緒にやりましょう。結構きついです。これ深めにして戻すといいですね。画面を見ないで音を聞いた方が、重心がこの辺に思いっきり溜まっちゃってるんで、こうやってもっとこの方向に足開いて、かかとやで、こう膝の方向にちゃんと足開くと、重心は絶対にこのケツの真下にしか落ちない。はい、それが終了ですね。はい。
はい、あ、まだですかって言うの。ね、今 YouTube でいくらでも見れますけど、こうなんか音楽やれば楽しい感覚でやりますよね。本当はもうちょっとそういうところをこう出せるといいなと思ったんですけど、まあ、これですね、プログラムを作りました。エブリディを、はい、まずは、10分間のエブリディコースということで、これなら毎日できるんじゃないかということで、動画2とか3っていうのはあのホームページに書いてある番号なんですけど、今やったのは実際ブームですよね。あのこの辺がブームじゃないですかね。なんとなくここからこの辺のブームですよね、うん、ここがかっこいいっていうのがブームですよね。そのうち私も秋頃になるとここに5段ぐらい分かんないですけど、それと意識が向上するんですよ。でまずはこの技術姿勢が良くなるということですね。意識しますから、でただ単にこうフォーマルのカットだけっていうんじゃなくて、どのカットしてたりシャンプーしてたりするときにも、これもホームページにも写真で載ってるんですけど、こうシャンプーで悪い姿勢、正しい姿勢とか、シェービングするときのこう悪くなりがちな姿勢、こう正しい姿勢って載ってるんですけど、やっぱり技術姿勢が良くなるということですね。そして生活の姿勢っていうことは、立つ歩くすごく新鮮だと思うんですよ。知らない人っていっぱいいると浮き出してきて、あ、そうかみたいにちょっと納得させられるところ。そしてその価値を20年後40年後とつなげて